おはようございます。今週も人間をやります。明日からフィリピンのセブ島で留学するんで、これからセブ島に行きたいと思います。今日に限ってめっちゃ寒くて、今気温2度しかないんですよね。まあ、やけど雲一つない快晴なんで助かりました。関空に着いたんですけど、搭乗手続きが11時45分からなんで、めちゃくちゃ時間あるんですよね。もう一番に並んで速攻で手続き終わらせて昼ご飯食べに行きます。預け荷物なしなんで速攻でチェックイン終わりました。荷物預ける列はめちゃくちゃ並んでますね。昼ご飯は和食です。うまそう。今から一旦まずマニラに移動します。で、乗り継ぎ時間がね結構あるんですよね。なんか飛行機の時間が変更になっちゃって。フィリピンのマニラに到着しました。で、こっから乗り継いでセブに行くんですけど、まだちょっと時間あるんで先にSIM買おうかな。SIM カード1ヶ月容量無制限で2000ペソでした。レートは1ペソ 2.6 円ですね。ターミナル3からターミナル2に移動してきました。でも暑すぎなんで速攻で T シャツ短パンに着替えましたね。てか、なんか飛行機から降りるときにこんなんもらったんですけど、これ何？サプリか。何のサプリかわからんな。はい、セブ島着きました。いや、もう移動だけでね、もうありえんほど疲れたんで、もう早く寝たい。で、空港に救急イングリッシュのピックアップドライバー来てると思うんで、今から向かいたいと思います。 Hi everyone。はい、今から連れて行ってもらいます。だいたいここから車で30分から40分ぐらいかかるみたいです。English. 救急イングリッシュ。どうぞ。 Thank you。 はい、どうぞ。はい、着いて速攻で歯磨いて風呂入ってました。もう今日は時間も遅いんで、学校内の様子とかは明日以降紹介していきたいと思います。明日遅くても7時には起きなあかんねんな。8時からオリエンテーションあるから。朝ごはんです。昨日夜ごはんも食べてないから腹減った。はい、オリエンテーションも終わったんでね、早速9時から授業を受けていきたいと思います。最初はこの D のブースかな。 D の10。 Can I take a video? Ah, okay, no problem. Thank you. You have the level test of talent? Ah, yes, yes. Mm-hmm.1時間目終わりました。もう次速攻で2時間目受けてきます。はい、今から2時間目受けてきます。 Hello. Good morning. 3時間レッスン受けて昼ご飯です。ちょっと眠たいんで、食べ終わったら昼寝しよう。これ何かなと思ったら味生姜焼きやわ。味噌汁も飲めるんでいいっすね。朝はちなみにスープトムヤムスープでした。まあ、フィリピンってご飯がめちゃくちゃまずいって結構聞いたことあったんですけど、まあ、寮のご飯は全然そんなことはないですね。まあ、例えるなら日本のスーパーの弁当みたいな感じですね。まあ、この学校は日本人経営なんで、基本的に日本人に合う味付けらしいんですよ。で、韓国経営の学校やったら基本的に韓国料理になるらしいです。いや、僕全然これ毎日いけるわ。ミスった、休憩1時からやったわ。ほんまは今レッスン中やねんけど、どうしようこれ。もうなんかすでに20分経ってるわ。めっちゃ昼寝してました。またこれから2時間レッスン受けてきます。本日のレッスン全部終わったんで、一旦外出てきました。いや、初日の感想なんですけど、自分の考えとかを英語で言うレッスンとかあるんですけど、これがねめっちゃ難しい。もう何やったら正直日本語でも答えられへんなっていうこととかもあるんで、まあそれはそもそもね言うことがないのが問題なんですけど、日本語で言えることでも、まあ、英語で言うのやっぱめっちゃ難しいですね。まあ1ヶ月後これがどんな感じになっているのか、まあ、かなり楽しみです。いや、かなり睡眠不足っていうのもあるんですけど、まあそれ抜きにしても結構疲れたわ。ちなみに今気温は29度なんですけど、曇り気味なんで全然暑くはないですね。まあ、むしろちょうどいいぐらいかな。ちなみにセブは空気かなり綺麗ですね。大気質指数12なんですよ。まあ、ちなみに大阪市が25ですね。まあ、やからセブの方が綺麗っていうことです。もうやっぱ島やからですかね。今日はマジでめっちゃ早く寝たいんで、もう寮に戻ってシャワー浴びたいと思います。僕が留学に来てる救急イングリッシュはこのビルの7階にあるんですけど、このビルの中入んのにあんまりカジュアルすぎる格好やと入れないみたいなんですよね。例えば短パンにサンダルみたいな。まあ僕は短パン履いてるんですけど、スニーカー履いてたら入れるみたいです。はい、もう7階来たんですけど、ここが実習室みたいな感じですね。もちろん作業とかもできます。
で、僕は学生寮に泊まってるんですけど、救急イングリッシュはドミトリーだけしかないんですよ。まあ、ここの一番奥の下ですね、僕の部屋。今多分誰もおらんわ。カプセルホテルみたいな感じなんでね、まあ、完全にプライベート空間ではあります。ほんでまあここでは全然サンダル OK なんでサンダル履いてます。むしろサンダルがないとシャワー浴びるときとかめっちゃめんどくさいから、まあ、カプセルの中にハンガーも4つついてて鏡もあったりとかで、あと棚がついてんのありがたいですね。僕ドミトリー結構泊まるから、まあ、何があったら便利で何がなかったら不便かっていうのが、まあ、ある程度わかるんですよ。まずロッカーにね毎回入れるのはめちゃくちゃめんどいから、まあ、それありがたいですね。で、このカプセルルームもオートロックになってるからドア閉じたら勝手にロックかかるんですけど、まあ、やから荷物こん中でほったらかしでいいんですよね。ただこの布団はちょっと薄いかも。冷房は全然効きすぎてるっていうことはないからいけるんですけど、短パンで寝るってなるともうちょい分厚い方がいいかなっては思いますね。まあ、やからちょっとスウェットとか欲しい。まあ、そしたらこれからシャワー浴びます。シャワールームと洗面台はこんな感じですね。まあ、こっちがトイレ、まあ、ドライヤーもちゃんとあるし、でシャワールームがこれで、このシャワールームの中にこの棚があんのがありがたい。これね、日本のドミトリーやったらシャワールームの外に着替える場所とかあったりするんですけど、まあ、東南アジアのドミトリーねないんですよ、そういうの。だからこの中で着替えたりするわけなんですけど、服とか置く場所がね基本ないんですよね。で、そしてこのシャワーのね、まあ、お湯加減とか水圧なんですけど、まあ、水圧はね僕別にどっちでもいいわ。まあ、それは強いに越したことはないんですけど、まあ、問題は温度なんですよね。昨日ね僕シャワールーム2つ試したんですけど、どっちもめっちゃぬるかったんですよ。水ではないんですけど、いやこれ寒ないかみたいな。みんな寒くないんかな。水圧は結構いい感じですよね。いやどうかなこれ、体に浴びるとそんなにあったかくない気がすんねんな。晩御飯です。ミスって右下のエビ取りすぎちゃいました。あとこの骨付きのフライドチキンがなくなって骨なしのフライドチキンが追加されてました。骨なしの方が食べたかった。ただいまの天気はかなり曇ってます。やから外がめっちゃ暗く見える。人が増える前に先に朝ごはん食べよう。朝ごはんです。てかマジで寝不足すぎてやばい。もう今日8時間は寝たんですけど明らかに足りてないわ。疲れが溜まってて12時間ぐらい寝なあかんかったかも。まぶた重すぎ。洗濯は月曜から金曜毎日できるみたいなんで出しておきましたで一応してきました、ちょっとだけ。I was born and raised in, I'm looking forward to eating my, I'll do my best. I want to ask you if it's 23 or 32. So it's 32. 32. Not 23. 22 years old. Mm-hmm. Cost of living is increasing. Thank you. Goodbye. Thank you. 昼ご飯です。今日はちょっと肉多めですね。昼からのレッスン行ってきます。 Yes, except more expenses. More expenses. Yes, that... 今日のレッスン終わりました。いやめちゃくちゃ疲れた。風呂入ってきました。そしてあっという間に晩御飯です。そういえば今日先生に聞いたんですけど、フィリピンの人ってお湯のシャワーとか浴びないらしいんですよね。でっかいバケツの中に水入れて、でそれをなんか桶かなんかですくってそれで体洗うらしい。まあ常夏やから確かに冷房が効いてないとこやとちょうどいいと思うんですよ、水でも。まあ僕も日本やと真夏はもうほぼ水みたいなシャワー浴びてたりもするんですけど、でもやっぱり冷房効いてると寒いですよね。しかも今のセブそんな暑くないんで、今気温25度ですからね。朝ごはん食べます。朝ごはんです。
今日はウインナーが2種類もありましたね。今日もレッスン受けてきます。 Hi, good morning. Yes, I'm Japanese. About once a month. Okay. How many times a day do you eat? I eat three times a day. How many times do we live? We only live once. Now this time, what am I doing? You're cutting the table with your finger. What does HM mean?Hospitality management. 今日の昼ご飯うまそうです。これがフライドチキンと、でこれなんやろな、なんかカレーみたいな匂いしてんけど、であとこれまさかのそばです。でスープ用の器あったんですけど、ちょっとめんどくさかったんでここに直接入れました。そばね、うまいです。スーパーのざるそばぐらいかな、普通にうまい。これはね、カレーっていうよりカレースパイスで炒めた感じやな。If you want to watch Sinulog, how do you go there? I haven't decided. You haven't decided yet. Can I use Grab bike? はい、今日のレッスン終わったんでちょっとだけ散歩したいと思います。で学校がね、 IT パークっていうところにあるんですけど、この IT パーク内はかなり治安がいいらしいです。で今週末の日曜日にセブ島でシヌログ祭りっていうめちゃくちゃでかい祭りがあるらしいんで、まあ、それ行こうかなと思ってるんですけど、まあ、どんな祭りかっていうのは僕もまだちょっと分かってないです。アヤラモールっていうショッピングモールあるんでちょっと入ってみるか。ショッピングモール内にマッサージ屋4つあったんで、明日以降また行きたいと思います。晩ご飯です。毎日揚げ物出てる気がする。おはようございます。眠てー。今日も曇りか。まだまともに晴れてるとこ一回も見てないねんけど。レッスン行ってきます。 Good morning. おはようございます。いや、お元気ですか？元気お元気です13 students in the room. Sentence number one matches picture one. Picture number three. Picture number matches. Sentence 何々。Okay. Sentence. What's 何々? In Japanese. What?今日の昼ご飯も割と当たりかも。昨日のはね、かなりうまかったんですよね。 Because a professional player can I'm gonna go to Aero Center 7 study. See? Yeah, it's expensive. Okay, study? Yeah, okay. Hey, thank you. シヌログ祭りの T シャツを買いにアヤラセンタービルまで来ました。まあ、先生2人に聞いたんですけど、2人ともアヤラセンタービルって言ったんで来てみました。他にローカルで安いとかあるみたいなんですけど、ちょっと遠いんですよ。昨日行ったアヤラモールよりでかいし、めっちゃ人も多いですね。 T シャツも足りひんし、2枚ぐらい買っとくか。これかこれかな。シヌログ T シャツ2枚ゲットしました。日本円もいくらか両替したし、学校に戻ります。 Yeah, I want to go to IT park. Okay. 30, okay. 100. 行きはね、30で来れたんですけど、帰り30無理かも。帰りは50で行けました。晩御飯です。でこのフライドチキン、昨日の昼もあったんですけど、これめっちゃうまかったです。であとこれがね、何かわかんないんですけど、この白いやつが砂糖なんですよ。パンと一緒に並んでたんで、多分パン系かな。でこれいってみます。完全に揚げパンとか芋けんぴの味ですね。 T シャツ2枚買いました。で1枚はね、まあ、最初見てたやつ、まあ、これですね、まあ、白と黒で比較的シンプルなやつで、もう1枚がこれ。
これかなり良くないですか、まあ、カラフルでなんかシヌログ祭りの衣装みたいなやつ、こんな感じで結構派手なんですよ、まあ、やからこれいいかなと思ってこれにしました。まあ、値段はこれどっちも一緒で1枚 299.75 か、まあ、だから700何ぼかですね。まあ、ああいうでかいショッピングモールにしては安いんじゃないですかね、わからんけど、なんか1枚2000円ぐらいすんのかなと思ってたんで、思ってたより安かったです。まあ、これはね、あの土日来ます。今日の朝ごはんはレタスがなかったです。てか今日ちょっと晴れてるかもな。今日もまず4時間連続でレッスン受けてきます。 No, Japan isn't near England, it's far from England. Hi. Alright, so yes, I'm his teacher guide. Your accent doesn't sound like Japanese. So how many flowers do you want? 50,000. Hi. How is this your first time in Sydney? I'm not sure yet. Okay, I got it. Okay. Perfect. Yes. Bye. Thank you.昼ごはんです。今日のレッスン終わりました。そしてようやく晴れたんで散策します。海行くならやっぱこんな晴れた日に行きたいですよね。晴れてたらあったかいし、海もめっちゃ綺麗に見えるし。バロっていうアヒルの卵を孵化直前にゆで卵にする食べ物があって、それ探してたんですけどなかったですね。やっぱナイトマーケットとか行った方が良さそう。 IT パークの中にあるスグボメルカドっていうナイトマーケット行ってみます。ここはかなり綺麗な感じなんでなさそうですね。タイ料理やったりとかピザやったりとか、ご飯食べてからもう一回外出たいと思います。これからバロ売ってる人探しに行きます。バロはね、なんか見た目がグロいから夜しか売ってないらしいです。 Hello? Is this Baro? Yeah. Yeah, can I have this one? 16 days? Yes. Ah, yeah, 16 days. Wow.Thank you. Okay, okay. Okay, okay, okay. まあ、とりあえずこれあの飲むらしいです。なんやろ、チキンスープっていうより、なんか魚介スープっぽくない？どっちかっていうと、なんかチキンスープっていうよりアサリとかなんかそっちの方が近いかも。でこれはね、一応なんか卵がもう16日経ったやつなんですよ。でもう20日とか経つともうなんかヒナの形してるらしいんですね。だからめちゃくちゃグロいらしいんですよ。フィリピン人でも結構あの気持ち悪くて食べへんみたいな。まあでも基本なんか結構みんな好きらしいです。僕はあの先生に教えてもらって2、3人に言われたんで、じゃあこれね、剥いてあの食べていきます。ああ、ちょっと顔が形成されつつあるところですね。これはね、ちょっとあのグロいからね、乗せられへんわ。気になる方は検索してみてください。じゃあちょっといってみます。ああ、まあ普通にゆで卵っすね。ちょっと顔はグロいな、まあ、別に悪くはないけど特別うまいっていうわけでもない。普通のゆで卵でええんちゃうって感じやな。これめっちゃ日にちたってるとなんかもう羽とか生えてて、骨とかも形成されてるらしいから、これはまだ大丈夫っすね、16日やから。あ、別に顔とかも普通に食えるわ。 Yeah, it's tasty. Yeah.ちなみに今の時期のセブ島の気候なんですけど悪くはないですね、まあ、日中の気温もそんな高くないし、ただやっぱりちょっと湿度はあるんで結構ジメッとはしますね。まあそれでも汗はかかんぐらい、まあ、今の時期の大阪より過ごしやすいと思うし、まあ、今の時期のタイのバンコクよりも涼しいとは思います。おはようございます。今日はね、何も予定決めてなかったんですけど、今んとこめっちゃ快晴なんでボホール島っていう島行くかもしれないです。山登ってね、そっからの景色がめっちゃいいっぽいんですよね。だからちょっと景色を楽しみたいなと。で景色に関してはね、もう何よりも晴れてるかどうかっていうのが僕はめちゃくちゃ重要やと思ってるんで、まあ、これはね、もういつも言ってるけど、まあ、セブ島から船で2時間ぐらいかかるみたいなんですよ。じゃあご飯食べてすぐ行かんとちょっとまずいですね。あー、てかチケット買われへんからやっぱり行かれへんかも。今学校にパスポート預けてるんですよね。このビルに入る ID カード作るのに必要らしくて、まあ、もう ID カードはすでにできてるんですけどね。今日はもうパスポートなくてチケットとか買えないんで他の島行くのを諦めます。土曜日っていうのもあって全然人いないですね。みんなどこ行ってんのやろ、寝てんのかな。
今からフィリピンでめちゃくちゃ有名なファストフード店ジョリビーで昼ご飯食べたいと思います。こちらがジョリビーですね。24時間営業みたいです。基本のメニューが米とフライドチキンらしいんですけど、僕米は食べへんわ。バーガー行こう。Thank you. Yes. はい、受け取りました。バーガーとポテトだけやとちょっと足りなそうやったんで、結局ライスも注文しました。で、これがスパイシーチキンですね。うまそう。いや、ただちょっとミスってね、なんかコーラ2つ来ちゃったんですよね。じゃあまずライスから。あ、ライスうまそうやな。はい、ライスこんな感じでね、炊き加減ちょうどいいと思います。まあ、ポテトはね、マクドナルドと同じ感じで細いポテトです。まあ、これは言うまでもなくうまいな。これはうまいわ。あー、脳みそはじける。いや、これコーラ余裕で全部いけてまうかも。ジャンキー。いや、それにしても店員の人がね、英語喋れるのがいいですね。学校で英語を勉強して、で、街でね、実践的に英語使うことができるんで、まあ、今回ちょっと注文ミスってましたけど、まあ、注文で最初にね、まあ、ここで食べるか持ち帰るか聞かれるじゃないですか。で、それ英語でそういう中国って言うんですよ。で、そういうやりとりってやっぱり英語が通じる国やからこそできると思うし、それちょっとチーズバーガー行くわ。チーズバーガーこんな感じですね。まあ、マクドナルドと見た感じはそんな変わらんかな。でも味はちょっとちゃいますね。なんか中にクリームシチューみたいなタレ入ってる。まあ全然悪くないです。ようやく晩ご飯です。ずっと作業してました。ご飯食べたらマッサージ行きたいと思います。普段と作業環境が違うから、もう肩と首がバッキバキや。アヤラモール2階のこのトレーディングブロックっていうところにあるマッサージ屋に行きます。激込みっすね。How long do I have to wait? We have a 3-person waiting. 7 minutes? いや、マッサージめちゃくちゃ良かったですね。良すぎたんで、チップ払っておきました。まあ、日本円にしてたったの10円ぐらいではあるんですけど、まあ、元がめっちゃ安いんでね。で、30分で260円ですよ。安すぎるやろ。これもう週3か週4ぐらいで通うかも。おはようございます。今日は死ぬログ祭り最終日ということでね、僕も今から会場に向かいたいと思います。メインの会場が SMC サイドっていうところらしいんですけど、バスで行けるみたいです。どのバス乗ればいいか全く分かんねえ。このバスらしい。お金とかどうすんねやろ。はい、こういうバスチケットみたいなのが配られました。まだお金は払ってないですね。SMC サイド到着しました。すげえ人。いや、でかね、今日晴れてるんで太陽がめっちゃ暑いです。ほんで、こっからどこに行けばいいんか僕全く分かんないです。まあ、とりあえずなんか人が歩いてるところついていくか。うわー、日差しやべー。これ帽子かぶってきて正解やわ。まあ、先生に10時までね、 SMC サイド行っといた方がいいって言われてたから、まあ、来てよかったっすね。まあ、道端に水とか売ってる人はめっちゃいるんで、持ってくる必要は全然ないっすね。人多すぎてこれパレード全く見えへんくないか。パレードがどっから始まるのか全く分かんねー。この道路の端っこに観客が並んでるんで、まあ、この道路でパレードは行われると思うんですけど、どっから？いやー、てか暑いけどやっぱ晴れてんの最高やわ。晴れてよかった。まだ始まらへんのか。違うとこで始まってんのかな。多分今目の前にいる人たちは踊ると思うんですけど、流れが全く分かんねー。ついに始まるみたいです。いや、すごい盛り上がりですね。もう想像よりもはるかに人も多いし、ね、ちょっと暑い中立ちっぱ疲れたんで移動してきました。もうあまりにも人が多くてね、ちょっと疲れましたね。今動く気にならへん。もう暑くてね、かなり疲れたんで帰ろうかなと思います。これ帰んのも結構大変そうやぞ。
海の前まで来てみたんですけど、くっそ汚い、というかくっせー、これ大阪湾より余裕で臭いぞ。 SM シーサイド着いたんですけど、どうなってんのこれ、建物の中入られへん。ここショッピングモールらしいんですけど、なんやこれ、もうなんか床に座ってる人とかもめっちゃおるし、こんなに人でごった返してるショッピングモール初めて来たわ。どこの飲食店もね、もう食べんの無理です、人多すぎて。ジョリビー店の外に200人ぐらい並んでんねんけど、これはね、もうバス乗んの絶対無理なんで、ちょっとバイク探すわ。爆ゴミっすね、全然進まへん。IT パークに戻ってきました。いや腹減った、ジョリビー行くか。今日はフライドチキンバーガー頼んでみました。うまそう。これめっちゃうまいわ。シヌログ祭りに行きたいと思ってる人はね、まあ、結構覚悟して行った方がいいのかなと思いました。まあ、曇ってたらもうちょいマシなんかもしれないんですけど、今日めっちゃ天気良かったんで、もうとにかく暑くてね、まあ、僕は1回行ったら十分って感じですかね。まあ、とにかくめっちゃ疲れたんで、まあ、よく寝れそうです。今週は留学に来た最初の1週間だったんですけど、最初の1週間の感想を言うと、まあ、年齢層意外と広いんだなっていうことですね。僕正直ね、留学行く人って、まあ、大学生とか20代前半ばっかりかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、むしろね、まあ、僕より年上だろうなっていう人もね結構多いんですよ。まあ、やから始めるのにね、まあ、遅いっていうことはないっていうことですよ。まあ、思い立ったが吉日です。まあ、言うて僕も英語勉強しだしたんかなり遅い方なんでね。であとね、フィリピンって Wi-Fi 結構微妙なんかなと思ってたんですけど、僕が留学してる QQ イングリッシュはね、あの IT パークっていうところにあって、やっぱこの IT パークっていう名前なだけあってね、あの Wi-Fi とかもねかなり早いです。もう YouTube のアップロードとかも速攻で終わってたんで、まあただちょっとあの学生寮の中の、まあ、自分の部屋中とかにおったりすると若干電波微妙にはなったりするんですけど、まあ基本的にはめちゃくちゃ早いんで、まあそこは助かってますね。であとね、僕今回留学始まる前日に来たんですけど、てかまあ基本的に前日に来ると思うんですよ。やねんけど、僕のおすすめはこれね、2日前に来た方がいいと思います。前日に来るとね、もう移動がめっちゃしんどいから、最初の月曜火曜ぐらいね、もう眠たくて眠たくてしょうがなかったんですよ。前からもう隙間時間とかもとにかく寝て、まあ水曜ぐらいからはね、まあ結構元気になってきたんですけど、まあそんなことになるぐらいだったら、まあ、2日前に来てね、まあ、学校の近くのホテルに1泊だけして、でまあ前日にまあ寮に入るっていうのがまあいいのかなって思いました。で肝心のね、まあ、英語の授業に関してなんですけど、まださすがに来たばっかりなんでね、まあ全然自分の言いたいことも言われへんし、まあただやっぱり生活するっていうことにおいてもこう全部英語になってくるわけですよ。まあやからもう常にこれって英語でなんて言うんやろうって考えるんですよ。うん、僕今日の朝漫画読んでても、あこれ英語でなんて言うんやろうって考えたりとかしてたんで、あもちろんあの日常で使えそうなことね、まあ、今の時代っていうのはね、まあ、オンラインでも確かに英会話っていうのは学べるんですけど、まあ、留学っていうのはね、この環境が変わるっていうのがやっぱ一番でかいんで、やっぱその環境をね、まあ、存分に活かしていきたいですよね。って感じで、まあ最初の1週間の感想はそんな感じですかね。寮生活ももう慣れたし、まあ、レッスンの流れとかもう分かってきたんでね、まあ、残り3週間も楽しんでいきたいと思います。まあ、そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。